この辺のねライン、ここの幅とかがうまく合ってないんで、全部ズバッと切ってやり直します。これでええ具合かなと思ったら、ちょっとここが当たって入らなくなったね。ちょっとこの辺曲げ直しします。day.錆びてたエンジンね、見えるかな、ひどいこと錆びとるよね。一回これもちょっとボーリングして、錆を取ってみたいと思います。48.25 のピストンを発見済みなんで、これボーリングしたらなんとかこのピストンね、シリンダーか使えるかもしれないですね。47.82 なんで、まだコンマ2ぐらい、25ぐらい大きいピストンを見つけたんで、それを放り込んだら、80のエンジンは生き返るかもしれないですね。100のエンジンはね、ちょっと別のことに使いたいので、できるだけこのエンジンを活かしたいんですよね。ちょっといろいろ試してみたいと思います。はい、まあこんな感じでね、錆は取れました。あとはちょっとオーバーサイズピストンを買って、で、ボーリング屋さんと相談ですね。